私が自らイクボスになる宣言をすることで、職員へのメッセージとなり、育児、介護等のために時間を使うということが自然な形でできるようになることを目指していきたいという。イクボスとは、仕事と子育てや介護などの両立に向け、職場環境を整え、自らも率先して仕事と私生活を充実させる上司のことです。また岡田市長は今年第一子が誕生、自身も今日から育児のための休暇を取得していくということです。男性の育児休暇制度に関しては、去年10月に通称産後パパ育休制度がスタートするなど、全国的に男性の育児参加を促す改革が続いています。はい、ということで、ここからはですね、少しこちらの画面を使いながら産後パパ育休制度についてちょっと触れていきたいなと思うわけなんですけども、はい、はい、こちらです。これまでここパパ休暇と言われる制度があったんですけども、その改正版が産後パパ育休ということになるわけなんですね。で、子どもの出生後8週間以内で最大4週間まで取得可能な育児休暇制度ということになるんですけども、じゃあパパ休暇と何が違うのかというと、ここです。はい、2回に分けるなど分割して取得できるようになったというのが、この産後パパ育休の大きなポイントになるわけなんですよね。では、なんでこうやって分割するといいのかと言いますと、やっぱり長期間は会社を休めないというようなパパの悩みが、分割することでこうやって分けることで解消される、忙しい時期は出るけども、そうじゃない時は育休で子育てに励むんだよっていうようなことができるようになっていくというわけなんですね。で、また先月にはですね、男性の育休中も実質的に手取り収入が 100% となるようにしていくというふうに岸田総理が発表したわけなんです。男性の育休取得に向けての改革が続いているということになるわけなんですけども、ちなみに皆さん、県内の男性で育休取得率ってどのぐらいかご存知でしょうか？はい、こちらグラフが今出ましたけども、全国が青色、赤い方が広島県ということになるわけなんですけども、全国平均と比較した場合ですね、広島県2010年からずっと常に全国平均上回っていて、2021年に関しては24%で全国平均のおよそ1.7倍ということになっているわけなんですよね。はい、で、1.7倍にはなっているものの、まだまだ24%だから多いか少ないかというところはあるわけなんですけども、このようになっているという状況があるわけなんです。そして、そんな中ですね、男性の育休取得率がなんと 100% を達成している企業があるということで、今回取材してきました。周りに反応してくれるようになってるんで、コミちゃんは可愛いですよ木村和之さん、製造部の管理職です。先月、待望の第一子が誕生しました。これまで部下に育児休暇を取るように管理していた立場でした。中小企業、少ない人数で取得するのは簡単ではないなと、その時身をもって思ったんですが、自分がそこを諦めて取りにくくするっていうのは良くないな。木村さんが働く IMC ユナイテッドは、工業用模型を製造する会社です。この会社は社員38人中、女性社員が6人、男性の多い職場ですが、なんと2020年から6人の男性社員が育休を取りました。男性の取得率 100% を継続中です。みんなが協力してやれば、できないことは絶対ないですよ。半年ぐらい前からもう休むのが分かってるわけです。男性の育休取得率の高さは、こうした仕事の進め方だけが理由ではありません。社員が集まる休憩室には、育休を取得した男性社員の手記や写真が常に手の取れるところにあるのです。今回育休を取った木村さんは、社内報でも大きなニュースに。社として育児をしやすい、働きやすい会社にするという強い意志が感じられます。大変だけど、なんとかなるだろうなというのは思ってましたし、自分も胸張ってその育休を取れるように頑張ろうかな。
家庭での男性の育児参加を促す会社の方針。働きやすさは社員の絆も強くします。家族の絆、働く職場の仲間との絆っていう意味でも働きやすいで、家庭の方も大切にっていうところを目指してやっていただきたいかと思います。一番は安心して働けるっていうところなんですよね。そこに向けて、今回のその男性育休というのは一つの、制度の一つ、もっと他にもというのは今後はやっぱり出てくると思いますのでね、それはそれでやっぱり前向きにしっかり考えたいなと思います。本当に素晴らしい取り組みをされている会社だなと思うんですけれども、吉弘さんはもうすぐ3歳になるお子さんいますけど、どうでしたか？そうですね、私自身の経験でいうと、その育休を取ったりっていうことは子が生まれた時にはできてなかったんですよね。やっぱりこう仕事との兼ね合いであったりとか、サポートがまたいろいろなところであるとかいうようなこともあると思うんですけども、実際にこう取れるのであれば、やっぱり先ほど会社の方も言われてましたけども、安心して働ける、そしてその中で育児もできる、例えばお給料の方もしっかりと保障されるというところが大事なんでしょうけど、ただ育休を取って終わりということではないと思いますから、育児はその後もありますから、しっかりと復帰してからもサポートできる体制という、ここが必要になってくるんじゃないかなと思いますけどね。社会全体でサポートする、そういった雰囲気だったり取り組みっていうのを増やしてほしいですよね。